ピリチュアルの教えのもう一つの根幹としてね、個人の魂っていうものを非常に大切にするっていう部分があるんですよ。これは大きな矛盾じゃないですかねっていうのが、大島がワンネスを体験して感じた、まあ最も大きな矛盾の一つなんですよね。個人の魂は存在しません。で、存在するとするならば、我々に魂が存在するとするならばよ、それはこの宇宙全体です。いろいろと瞑想を続けながら、そういうさまざまなスピリチュアルの体験を重ねながら、実は29歳の時に、空っていうものを知ることになるんですよ。そしてその空っていうものをね、自分が体現した、つまり分かった瞬間ね、実はそういう今広まっているようなスピリチュアルの教えっていうものは大きな矛盾があるんだっていうことに気づいたんですよね。で、その瞬間、今まで縛られていたさまざまな、思い込みのプログラムがボーンと吹き飛びまして、おかげさまで、それからもう30年近く前ですけど、30年ぐらいは本当に悩みなく、幸せに生きられるようになったわけですけど、そのスピリチュアルの多くの教えの中にある矛盾っていうものをね、これから一個一個解明していきたいと思ってるんですよ。それで、解明っていうのはどういうことかというと、多くの方がこれスピリチュアルだけじゃなくて、その宗教であるとか土地の伝承であるとか、そういうものに関わってくるとても根本的な、思い込みなので、多くの方がそれを聞いた時にね、これ本当かよと疑念を持つことも多いと思うんですよ、これからお話しすることは。あるいは、これを否定するなんてこいつは悪魔かもしれないと、逆に、ネガティブに捉えられるような場合もあるんじゃないかと思うんですけれど、これから聞く話はね、一回そういう思い込みを脇に置いておいて、冷静に自分の今までの経験で自分で確かめてほしいんですよね。で、ちょっとそういう概念を外して横に置いておいて、冷静に考えれば、あるいは冷静に感じれば、それはそうだよね、当たり前だよねっていう、ことがほとんどなんですよ、実は。だけど多くの人は思い込みがあるから、そんな当たり前のことに気づいてないっていう、なんか盲点的な、ことが非常に多いと思うので、とりあえず思い込みは置いておいてね、ぜひこれから大島が話す話をですね、ちょっと自分自身の経験を通して、あるいは感覚を通して、ちょっと検証していただければなと思うんですね。それで、まずスピリチュアルとか宗教の大きな矛盾の一つとしてね、まあスピリチュアルにしろ宗教にしろ、その大きな根幹の部分ではね、非常にワンネスっていうことがその教えの根幹にあると思うんですよ。つまり全ては一つだよとか、全ては一つにつながっているんだ、みんな一つなんだっていうところね、ここが実はベースに、教えのベースとしてあるわけですよ。ですからスピリチュアルなんかも、私はワンネスの体験をしたみたいなね、まあ宇宙意識なんていう言い方もあるけれど、そういう体験した人がいるとね、みんなでその人の話を聞
聞きに行くみたいなね、そういう流れがあるじゃないですか。ところがスピリチュアルの教えのもう一つの根幹としてね、個人の魂っていうものを非常に大切にするっていう部分があるんですよ。これは大きな矛盾じゃないですかねっていうのが、大島がワンネスを体験して感じた、まあ最も大きな矛盾の一つなんですよね。つまり宇宙と一つであるにもかかわらず、宇宙から分離したこの魂っていうものをみんな信じていて、そしてその魂っていうものがね、今のままだと不完全なんだと。で輪廻転生を繰り返しながら、その魂を育てていく、そして育てていかないと一人前にならないんだよみたいな概念が多くのスピリチュアルの中にはありますよねと。だから、多くの人は修行したり教えを学んだりして、その魂の成長っていうものを一生懸命こうやろうとするわけですけれど、それって本当なんですかねと。宇宙から分離した魂っていう別個のものが本当に存在するんですかねと。でスピリチュアルの中では、まあ、それがハートに宿っているとかねそういう教えになってますよね、大体のところはね。だけどそのこれもまたスピリチュアルでよく言われることだけれど、我々の魂の本質は神であるってね、無限のものであるっていう教えも同時に存在してるわけですよ。その無限のものが人間のハート、つまり胸の中に収まってるもんなんですかとそんな狭いところに無限が閉じ込められてるんですかっていう、単純な疑問もありますよね。そのあたりはですね、空の体験をした時に、空っていうのは非二元の、体験であって、まさしくワンネスの体験であるので、全部そのあたりの謎は解けたんですけれど、で解けて改めてスピリチュアルの教えを見た時にね、一番最初に突っ込んだのがこの魂なんかねえだろうというところだったんですけど、このあたりも今までの教えっていうものを学んできた人からすると、魂がない、そんなわけないだろうと、人間が生きる価値はお金や地位じゃなくて魂を成長させるためじゃんって信じながら生きてる人もいますよね。それで残念ながら個人の魂は存在しません。で存在するとするならば、我々に魂が存在するとするならばよ、それはこの宇宙全体です。でこれはワンネスっていう境地をつかむと、もう漏れなく実感するものなんですけれど、全てが一つで、この世界って本来分離がないわけですよ。でその中で個別の魂っていう概念を人間が作ってしまったから、あるいは宗教が作ってしまったから、そのように我々はね、創造主としての側面もあるから、そういう面が幻想的に、この世界にあるように見えるだけの話であって、本来はこの宇宙に命って一つしかないんですよ。そしてその命、一つの命として生きている状態がワンネスなわけじゃないですか。だからワンネスの境地っていうのと
この個別の魂っていうのは実は真逆のことを言っているわけですよ。